Thank you.
吉永は、大名の骨盛の平家の大将、吉永は、不安定な立ち子の牛の角に松明を送りつけて、敵の陣中に放ちます。堀の歴史に手足立ち、大名の骨盛を陥った大名は、次々に栗原峠の断崖から谷底に転落。平の骨盛は、命からがら峠に逃げ帰り、吉永は、